ダメだ。アルトマキアは使わない。クロエは出さないから。あれはぁ、俺一人でやるってのかよ。重要な任務だよね。なぜですか。2機稼働させた方が安全面も高まります。相手はいつ起き出すかもわからないんでしょ。うるさいな。どうしてかって、決まってるじゃないか。ノアがいないからだよ。まあ至極真っ当なことを言ってるか。ノアがいなくてもマキアは動かせる。そりゃ動かせるだろうね。けどクロエ、君は誰の味方だ。ん神経衰弱に虚脱状態、正しくものが見えてない。メテオラに心奪われてるやつにどうして任務を与えられる。ああそういうことか。作戦に反対しそうな感じのやつをどけようとしょんじゃ。わあ分かっとるな、ジュリー。こっちの狙いが分かっとるような感じになっとる。こいつは最悪、裏切る可能性さえある。すごい、その通り。なんてこと言うんだ博士。ヤマトはない。人情に熱いからこう言うけどね、その通りなんだよな。そうです、クロエが裏切るなんて、そんな。お前らは優しいな。わかんないよねえクロエ。ドキ、裏切るわけないじゃないですか、ジュリア博士。ノアがいないってことは、つまりマキアを自由に動かし放題だもんね。人型メテオラを愛するあまり、解体を邪魔することだってできるわけだ。ああ、ノアがいなくなってくれてよかった。やめてください。ノアが傷つけられて心痛めているのはクロエだって同じです。パトロクスたちの暴挙を、まるでクロエが望んでいたみたいに言うのはひどすぎる。その暴挙が不自然だって言うんだ。どうしてレジスタンスがノアを狙う必要がある。それはこれだけ多くの機器や情報機密のある中間層で、まっすぐにノアの量子コンピューターを狙った理由は何だ。不自然に侵入し、不自然に殺された侵入者たちからは何も聞き出せないけどさ、こう考えてみればなんとなくは見えてくるでしょ。ノアがいなくなって一番得をしているのは。やめろ。しかしもうなんかゾッとするほど読まれとるな、ジュリア博士に。やべえな、ジュリア博士。アウトデウスの世界のエルエルフって呼んであげよう。いくら博士でも言い過ぎだぜ。それ以上クロエ攻めんなら俺は乗らねえから。じゃあさっさと準備を始めなよ。解体はアレス一機で行う。デイターにも口は挟ませないよ。これは変わらない決定事項だから。マジか、間に入れる余地がなくなってしもうた。ジュリア博士がこっちの手を呼んできとるような感じになってる。クロエはここで待機。いいね。絶対待機しないけどな、これ。絶対待機でおらさんけどな、俺絶対。それではダメだ。それではあのメテオラを救えない。わあ。あれよっぽどあの人型が大事なんだね。わあ博士。もう読まれとる、読みに読まれとるわ。バカのヤマトだけならまだしも、青葉まで無条件に君を信じてるなんてさ。読みに読まれとるから、もう先回りされとるからな。これが友情ってやつ。キモ。おい、友情キモいとか言うんじゃないぞお前。アルトマキアを起動させて何するつもりって聞くまでもないか。言っとくけど、私の邪魔をしようってんなら死ぬほど後悔することになる。やべえ、マジでラスボス感があるわこれ。どうしよっかな、こいつデーターに告げ口しちゃおっかな。やってやれるならやってみろよ。データーはこっちの人間じゃ、こっちの味方の人間じゃからな。あ、でもデイターが裏にいるのにバレとるやんけ、そこまでバレとるやんけ。もうそこまで分かっとんやな。君一人で
こんなにもいろいろと画策できるはずないもんね。もうこっちのことは全てお見通しらしいわ。どうせデータの入れ知恵でしょ。あの小賢しいインテリ気取りと来たら私を出し抜こうなんて何億年も早いっての。マジか、隠し事できんの。全部知っていたのか。君もさ、私に隠し事ができると思ってんの？随分と舐めてくれるね。最近は優しくしすぎたかな。お仕置きは当然覚悟の上なんだよね。やべえ、これはやべえやつや。うわあ。なんか知らんけどしびれる。私のモルモットなんだ。私の作ったデザインドヒューマンなんだ。自覚しろ、意識しろ、理解しろ。クロエ、お前は私のおもちゃなんだ。クソ。身の程知れ、身の丈を知れ。おもちゃがあんまり調子に乗れないよ。うわぁ。マッドサイエンティストめ。こんなに私を苛立たせるなら一度ぶっ壊して作り直しちゃおうか。これがお前のやり方か。あ、なんじゃなんじゃ。あやりすぎだよこれは。ああ、倒れとるがな。拳銃持っとるがな。さすがはといったところでしょうか。私の動きにも感づいていたとは。とんでもねえわ。とんでもねえ現場を見てるわ。知る。何も殺すことは。彼女に露見してしまっては。この作戦は成就できまい。必要悪だよ。まあ本当に真道かは怪しいけどな。なんか突然さ、体は所詮器でしかないみたいな感じで言うてさ、向こうあたりからさ歩いてきたら、別のジュリーが歩いてきたらどうしようかな。さあ君はアルトマキアで出動しなさい。私たちにぼんやりしている暇はない。解体はすでに開始されている。わかった。アレスマキアが、うん、人型メテオラの元へ向かっているはずだ。わかったわかった。ですよねみたいな草しらぎ声が聞こえてきたけど。おバカなデイタ、君も随分とあの人型に狂わされてんね。無駄だよ、アルトは動かせない。すでに私のパスコードでロックをかけているからね。パスコードで。いよいよ手裏が手に入る。これは人類の進歩だ。歴史の転換点だ。お前たちのような愚者どもに邪魔はさせない。うわあ。その執念には敬意を表しよう。バイオレンス博士、あなたは間違いなく人類の。とんでもないものが目に止まってますけど。一刻も早くパスコードを解読しなくては。パスコードか、何なんだろうな。ジュリア博士の好きな食べ物とか売ったら出てこんかな。ジュリア博士の好きな食べ物、パパイヤとかかな。間に合いません。ジュリー博士の組んだパスコード、そうやすやすと解読できるとは思えない。ヒント出てこんかな。車のナビみたいにさ、パスワードのヒントが出てこんかな。画面にパスワードのヒント、私の好きな食べ物みたいな。やれるだけのことをやるしかない。これでさ、パスワードのヒント、私の好きな人をでさ、デイターって打ったらさ、パスワード認識されましたみたいな言われたらさ、ってなるからな。実は好きだったんだよデイター。いやなんかちょっと悲しい話になってるわ。好きな人に殺されたっていう悲しい話になってるわってなるから。何にせよ遠くへ、お前の元いた場所へ。何にせよ走る、クロエ。ここはお前のいる場所じゃない。走る、急げ。逃げてくれ。
来たな、ソードマギア。どうして動かない。危機が迫っているのに。ソードマギアが。気づいてないのか。ヤマトが。私の声は。アリスマキナが。どんどん近づいていく。しかしクロエは生身のまま。あ、立ち上がった。戦うのか。動きが止まった。マキアの方が腕も下がってきたな。だから説明しろって言ってんだよ。なんで動かない。何がどうなってる。青葉、どうしてこんなことを。組織を裏切るのですか。データシレ、データシレが手間してくれた。組織を裏切ってでも、いや人類を裏切ってでも、あの気高い存在が失われるのを黙ってみ。気高い存在ってなんだ。データ見せられたものの宿命といったところかな。君は分かってくれると期待したんだ。あなたって人は、あなたって人は。わはははは、殴られてる。アホファン殴られてる。いい加減にしろ。メテオラが迫ってきてる。ロックを外せ。外してくれ。動かない。なんで、なんで動かないんだよ。うわうわわ。走行を外しにかかよる。うわマキア、ヤマト、ヤマトが。素晴らしい。なんと素晴らしいのだ。マキアのエネルギー源を食らい、自己修復していく。デイドがなんか狂い始めた。君にも見えているか。あれが、あの姿こそが。新しいメテオラのあり方だ。いやー、出た。何言ってんの。信じられるか。あの全能たる美の化身を我々が救ったのだ。何を言ってんだよ。こっちがラスボスだったか。ジュリア博士がラスボスかと思っとったら、こっちがラスボスだったか。前々からブリーチみたいな見た目ですねって思っとったけどさ、お前アイゼン・ソウスケやないか。ポジションがアイゼン・ソウスケやないか。ヤマト、やめてください。あなたは狂ってる。とても聞いていられない。ああ、甘い。ダリアの香りがする。とんでもない。わ、クロエ、ノア、ぼんやりするな。ノア、お前無事なのか。無傷ではないがな。スフィアから表層データのかけらを集めて一時的に再構築している。そうか、災難だったな。パトロクスに狙われるなんて。それは違うぞ。私の量子コンピューターを破壊したのはデータだ。絶対ね。ですよねって感じやな、今にやっては。支流が。そうだ、ギリギリのところで量子ドライブに逃げ込めたからよかった。危なかった。あいつは狂ってる。私を排除しようとしたんだ。私がパトロクスの連中を中間層に通して人型メトオラの情報をリークしていたから。ああ、え、お前がリークしよったんじゃ、パトロックスには。ああそうかそうか、お前はどっちかって言ったら排除の方に、排除の意見出しよったもんな。だからもうパトロックスとか一般市民が排除の方で話でさ、考え一体になっていこうっていう、そういう方で持っていきよったんじゃ。人型の情報を流していたのか。どうして。分かりきったことを聞くな。あの人型メテオラ超危険な存在だ。そうかそうか、そうやな、お前前々からそう言おったもんな。お前も
もう分かっただろ。あれはすぐにでも殺すべき脅威だった。そんな感じに展開になってきてるもんな。解体なんて生ぬるいことを言っていたから、そうした人々の声を借りてでも排斥すべき存在だった。そうか。大げさだな。相変わらず。あれはそんな危険なメテオラじゃない。クロエ、危険だ。クロエ、もしあれが候補だとしたら、その目的はクロエ、お前を連れていくことだ。もうだってそれ以外に考えられるか。候補の姿をしてお前の前に現れた。お前を連れていく以外にそんなことをする理由が見当たらない。あいつは、あのメテオラは私からクロエを奪おうとしたんだ。ノアはクロエのことをそんな感じに。さあ帰るぞクロエ。こんなところ私は一秒たりとも痛くない。どこに帰る。崩壊したプロメテオスにか、候補のいないサンルームにか。どこにでも。少なくともそれはここじゃない。あのメテオラのそばじゃない。わあ、ダイヤの花を咲かせてる背中に。わあ、降りてきている。こっち見てる。ああ、連れて行こうとしてるのかお前。ああ、あの時の。高校を失ってからメテオラを倒すために生きてきた。わあ、メテオラを憎むことで多分許されたかったんだ。クロエ、私はもうすぐ死ぬ。あの日、コウコの死んだ日。最近は記憶や意識もおぼろげで、今までの生活を保つのでさえ精一杯。毎日少しずつ私は私を失っていく。そんなの嫌。私はね、クロエ、あなたの前ではちゃんとコウコでいたいわ。最後まであなたの慕ってくれたコウコでいたいわ。怖いの、コウコはそうつぶやいた。いつもみたいに微笑んだ。いつも以上に消えるような声で。だからお願い、私を殺して。え、この銃で私の心臓を撃ち抜いて。だからコウコはこう、クロエに殺してって頼んだんじゃ。嫌だ嫌だ。それでも拒絶したからメテオラのとこに、地上に。耳の奥に鳴り響く。私にはできない。できるわけがない。あの日、私は苦しむ高校、誰よりも大切な人を。どうしてそんなことを言うんだ。どうして私にそんなことをさせる。こんなひどい結末を迎えるくらいなら。傷つけた。お前となんか出会いたくなかった。わ、これは傷つく一言。メテオラに向かってトリガーを引くたびに、コウコを思い、許しをこう。苦しみに気づいてあげられなくてごめんなさい。最後まで一緒にいてあげられなくてごめんなさい。私は友達失格だった。だから懺悔のために戦ってきた。ずっと後悔していた。今だって後悔している。だからコウコが戻ってきたのなら、私はもうあの子を拒めない。うわあ、なんで、なんで、お前は
束した。私を呼ぶとちゃんと約束したのに。メテオラは危険なものじゃない。もうそう思ってしまってるからな。僕はそう言ったんだよ、ノア。受け入れ態勢だった。まあ、暖かいの。それに、なんて甘い匂い。うわ、やっぱり彼女は生きている。私は彼女の心臓の音を知っている。会いたかった、ずっと会いたかったんだ。あの時拒んでしまった私を、お前は許してくれるだろうか。また二人でいつかのように私を受け入れてくれるだろうか。約束する。もう二度と私はお前を拒んだりなどしない。ああそうだな、行こう。どこに。ああ今度こそ。どこ。最後まで一緒に。どこ。二人きりでどこまでも。どこ行くね。見続けよう。世界の果てまで行ってきゅうか、お前は。はあ、そして運命は切り開かれるか。